はい、4月3日土曜日、マイコスノーリゾートです。時刻は10時半を回ったところですね。天気は本当に雲一つない晴れ、どこを見ても雲はありません。で、風がかなりでもないかな、少し強めで、それに伴ってゴンドラも減速運転ということですね。そして今日は目の前でこれ行われてますバンクドスラロームの大会があります。何名くらいいらっしゃるのかわからないですけども、かなりの、参加人数ですね。長蛇の列ということで、今次々と滑っているところを見ると、インスペというか何でしょうかね、ちょっと私も今、来たところなので分かりませんけれども、すごいで、参加選手の中にはですね、結構気合が入っている方もいらっしゃるという、情報も聞きましたけれどもね、かなり白熱するんじゃないかなというふうに思います。今まだ始まってませんのでね、ギャラリーの方も、まだそんなにはというか全然ですねいらっしゃいませんけれども、また放送ですとかね、 MC の方がこう盛り上げ始めたら、コースの脇で、見られる方も、増えてくるんじゃないかなというふうには思います。はい、で、雪質は悪くはないですね。そんなにぐさぐさ派で滑らないってわけでもないですし、本当に気持ちよく滑れています。で、気温もですね、暖かい方でですね、ゴンドラからも見えましたけれども、コース脇の桜ですね、がもう花を、咲かせ始めているという感じで、例年よりは昨年よりはだいぶ早いんじゃないかなというふうに思います。もう少しなんか1週間ぐらい先だったような気がしますけれどもね、もう雪がある中での開花という感じですね。で、今日とそして明日で、舞妓は営業終了ということで、今日入れて残すところ2日になりましたけれどもね、雪はまだまだありますのでね、最後の最後まで、楽しめるかと思います。最後に少しこうアップをしてちょっと様子を映せたらと思いますけれどもね、バンクって言ってもだいぶなんかウォールみたいな感じで、もうかなり、なんていうのかな、もうハーフパイプ、本当に小さいハーフパイプ、そのパイプがもう連なってるという印象を受けますね、近くで見ると。いやー、でも結構皆さん軽快にクリアしていきますね。はい、ということで今日の舞妓の様子でした。以上。